ソ連名誉軍事航空士はソビエト連邦の栄誉称号。1965年1月26日、ソビエト連邦最高会議幹部会により制定された栄誉称号である。主に航空部隊や軍の機関、士官学校及びその他の軍組織、部隊に所属している者や、航空士または航空教官のうち一級技術を有している者が対象となった。 それらの中で、航空技術の開発や高度な教育、飛行技術、また長期間にわたる安定した飛行など優れた業績を残した者に、当局より、ソ連名誉軍事航空士の栄誉称号が与えられている。受賞者の選定は、国防省の推薦に基づき、ソビエト連邦最高会議が行っていたが、1988年8月22日をもって廃止された。 ソビエト連邦の崩壊後、ロシア連邦ではロシア連邦名誉軍事航空士が制定されている。称号の受賞者には同時に、気象も送られた。気象は通常、右胸上部に汎用し、栄誉称号であるため他の勲章よりも上に配置した。ABC、リクリー・オブ・ザ・プロシディアム・オブ・ザ・シュプリーム・ソビエト・オブ・ザ・ USSR-3230、6th of January 26 1965、リーガルライブラリー・オブ・ザ・ USSR、2012年2月21日、閲覧。リクリー・オブ・ザ・プロシディアム・オブ・ザ・シュプリーム・ソビエト・オブ・ザ・ USSR9441、クシー・オブ・オーガスト22、1988、リーガルライブラリー・オブ・ザ・ USSR、20 2012年2月22日、閲覧。リクリー。 オブザ・プレジデント・オブザ・ロシアンフェデレーションオブセプテンバー7 2010 No.1099 ロシアンガゼット2012年2月21日閲覧ありがとうございます